疲れ様です。お疲れ様です。はい、一昨日かな。はい。バンド行ってきたんですよ。はい、この前練習したじゃないですか。ノーコックを意識とか、はい、練習したくせに、はい、当日ノーコック全然忘れてて、そのあと切り返しのタイミングが遅いって言われて、それが原因でオーバースイングなんじゃないかとか、はい、そういう話があったんで、はい、切り返しのタイミングを早くしようだけ考えてやったんですよ。はい、で結局ノーコックを意識しないで打ってたんで、はい、切り返しだけ早くなっちゃってて、はい、CP は直んねえよっていう。ちょっとやりますね、はい、その原因は。で、それあのゴロそれ何回やったんでしたっけ？3回ぐらいやりました。あ、じゃあラウンド中に CP 何回出たんでしたっけ？14回いや、2回だけたまたまバスすぐ行って12回 CP にする。あ、いや、遅い。ずっとこれやっぱノーコックが結構俺の中で肝なんです。うん、ちょっとノーコックで打ってみます。ノーコック、まあ、コックはしちゃうけど意識する。あ、ノーコックの意識です。今の全然いいっすね。完璧すぎるショットです。完璧や。だけど、まだやっぱりちょっと引っ掛けそうだなみたいな、はい、ちょっと不安があるんで、動画のコメントにありました、はい、レッドスライス打つ練習しない。おー、で、僕の中のスライスの打ち方って2種類ある、はい、僕の中で、はい、合ってるか合ってないか。ダメなスライスの打ち方って、はい、手だけでこうカットして、あ、カットに入れる感じですか。カットしてさ、そうですね、うん、ちょっとカットに入る感じで、僕はその練習は意味ないと思うんです、はいはい、俺の中で、はい、俺はあの体の回転が止まってしまうっていう、はい、あと右手が強くて、はい、返してしまう原因で、はい、チーピンが引っ掛けの原因になってるっていう。体の回転だけでスライスを打つ。ああ、なるほどなるほど。ああ、いいスライスだね。いいスライス今打ったのがもう、うん、そうですね、これね。だから右のネットに真ん中ぐらい当てる。右のネットに当てる。で、今僕がやりたいのは30球でいいですかね。30球、はい、30球連続右のネットに突き刺すっていうスライスの練習。あ、なるほど。じゃあ30球スライス打つまで帰れませんみたいな。はい、帰りません、はい、帰れませんじゃなくて帰りません。 OK です。30球打つらしいんで、その練習の意味は、はい、体だけで回転でちゃんとスライスさせて右に当てるってことは、はい、それにしっかりとした腕の手打ちの要素、うん、それが組み合わさればナイスショットができる。いや、チーピンが出ないための体の回転を止めちゃダメって意識鉄の練習、うん、いや、本気でチーピンをなくしにかかってるってことですね。これさえあれば誰にも負けない。負けない、OK。 1、ナイスショット。いいスライス刺さりました。けどこれ恥ずかしいっすね。こいつスライスしか打てねえんじゃんって周りに思ってる。全然いいです。うん、いい、2球目スライス。いいスライス。あっ、初めからです。今普通にいいドローボール出ましたけど。だってこれ回転見たかもしんねえぞ。ちょっと気が緩みましたね。マジか、30球って結構すごいね。うん、オッケー、球ナイスライス。ああ、ナイスライス。
今ちょっと危なかったな2球目同じ球出てる、ナイスナイス、あら、あれ今のは右ネット、いや、けどね、球的にはドローボールな気がするけどな、今のいや、そうだね、判定、判定、あ、一応左に曲がってるのか、判定は若干、ドローだな。ドローっすね。でちょっと、はい、3番いきますか。あ、そうっすね。そっちの方がいいと思います。OK。ナイスライス。おー、ナイスライス。完璧っすね。同じ球。あー、ナイス。俺この後編集あるんだよなぁ。OK。ちょっと当たり悪いけど、まあいい。当たり悪いな、OK。OK です、OK です。OK。うん。OK。危ねえ、これはいいよ、これ OK、 絶対当たり、そうです、適当に合わせる、 OK、 今のいいですね、あれビーズ、おー、危ねえ、こっちたまに出る、シャンク気味、シャンク気味、先っちょ、先っちょ、セーフ、そうそうそう、よかった、100じゃなくて帰れなくなりますよ。でもこれマスターできれば平道打ちもできそうな気がしません？そうでもないですか？平道でちょっとまた違う、違う、うん、けどその要素もあるわけじゃないですか。それを、だから若干、まあそうだね、また別の話です。11、いいスライス、投げ12、うん、出ますね。けどこれがマスターできればなんかチーピンはなくなりそうな気がするな、やっぱり。うおぉ、うん、13、あれがちょっと手が入ってきちゃったバージョンですよね。そうですよね。ここが14。あぶねえ。10。おー、ナイス。16。17、いいスライス、うん、いいスライスって、うん、なんかいいスライスってみんな嫌だかもしれないけど、俺にとってはすごいいい。いや、そうなんですよ、スライスをちゃんと打てるようになるのは結構いいことだと思うんですよね。うん、すごい、すごい、18、19、右ネットなの、はい、押してみて、OK、 あと10、あと10です。結構大変なんだこれ。えい、えい、22、いいスライス、いいのか、うん、完璧なスライス、20、理想スライス、
と呼吸。マジこのまま終わらせてほしいな。あ、いいスライス。えい、あと3。えい、2。うん、めちゃめちゃいいスライスだ。ありですよね、スライス。まあ、ちょっと全然、全然いいです。ちょっと低いけど。ちょっと左目、ね。ちょっと、球が低めに出るのは、3回打席で、これじゃ上がんないですよ。今ここの、ね、ネットにずっと当ててた。練習しに来た時、ひたすらスライスを打ち続ける。スライス打ち続けてる人がいたらレッドかもしれない。あ、そうそう。だって葛西とか言ってすげえ左から曲がって、こんな曲がってくるんだみたいな。よーく見たら俺がいるから。この練習はかなり、その、なんていうのかな、これが強すぎちゃう人、手の返しが。完全に殺せるんで。返さないように返さないように意識してスライス打って、そう、体の回転だけでスライス打って、俺の要素入った瞬間にスライスになんないから、だから体が止まっちゃうとか、そういうね、手の動きが強い人は、この体の回転だけで打つ、フェースを完全に返さないで、そのままペーンと当てる。それを意識しつつ手をつけた時に結構いいボールになってましたもんね。あまりに悩んでる人はちょっと同じ俺みたいな練習をすると、かなり効果が出てるんで、ちょっとやってみてほしい。いいですね。はい。ありがとうございました。はい。頑張りましょう。対決まで頑張ります。恵比寿春秋戦国時代の第一戦、いやグレー VS、はい、田中誠也選手、はい、いやもうグレーは常に仕上がってますよ。泣かせますか。恵比寿ゴルフレンジャーが、はい、ヘタッピー後の研究所に勝ったことがあるだろうか。お、いや、なし。確かに。